オーストラリア大使館は4月20日、第2回食品・飲料展示商談会をオーストラリア大使館庭園で開催しました。この日はオーストラリアの輸出業者24社がブースを出展。オーストラリアの水産物、果実、食肉、オリーブオイル、パスタ、ナッツ、チーズ、ワイン、クラフトビールなどが展示されていました。展示会にはスーパー、外食、卸などの食品バイヤーが参加、オージービーフ、ワインなどを楽しみながら商談に花を咲かせていました。2015年1月に締結された日豪 EPA でオーストラリア食品の関税が緩和されたこともあり、今後さらに輸入促進が期待されています。ブルース・ミラー駐日オーストラリア大使にお聞きしました。ご存知のように2年前にですね、オーストラリアの日豪経済連携協定が発効したわけですね。それで関税がある程度低くなったということで、でもそれだけではなくて本当に質のいいオーストラリアの食材をプロモートしようと思ったわけですね。オーストラリア PR 大使柴俊夫さんにお聞きしました。今はやっぱり企業努力っていうか世代交代でやっぱり素晴らしいものを作んなきゃ売れないっていうことだ。そのために何しなきゃいけないか、オーガニックのものを作るっていう、いやその力ですよね。なことでオーストラリアっていうのはオーガニックの土壌が世界一広いところだ。それがやっぱり自然を愛し動物を愛する人だからこそ作れる、それはいいものを作れるっていうことだ。